松坂市立西黒部小学校は、三重県松阪市の市立小学校を、1873年6月に、サイレン寺を校舎として、西黒部学校の名称で創立した。1876年11月、西岸寺に移転し、観音寺に文教場を設置した。1886年12月、松名瀬学校を統合し、西黒部神城小学校に改称した。 松なぜ学校は、文教場となった。1889年1月に、永民尋上小学校へ改称するも、1892年8月に、西黒部尋上小学校に校名を戻した。同時に校区を見直し、吉井、西野地区を長県尋上小学校へ、久保地区を、旗戸の尋上小学校へ移した。1898年4月、 高等科を設置したことにより、西黒部神城高等小学校に改称した。1911年12月、実業補修学校とその末なぜ文教場を、1926年に青年訓練所を併設した。1941年4月、国民学校令により西黒部国民学校に改称。 1947年4月、西黒部村立西黒部小学校に改称した。1954年10月、伊南郡西黒部村が、松阪市に編入され、松阪市立西黒部小学校に改称した。市立中学校に進学する場合、松阪市立東部中学校に入学する。2012年4月6日現在の児童数は98人。 2016年5月1日現在の児童数は6、学級85人、教員数は10人。ありがとうございます。